今日はちょっとマイクの、取り付け位置変えてみたんで、どんな感じで撮れてるかテストです。最近冬ジャージの下に、マイクつけてて、その上にウィンドブレーカー羽織っちゃうと結構あのこもった声になっちゃってたんで、それをちょっと改善すべく今日はネックウォーマーの下にマイクつけてます。で、DR10L の、ラペリアマイク、純正のマイクなんですけど、それに、モフモフを一応つけて、Amazon で500円ぐらいの安いモフモフなんですけど、今日このネックウォーマーの下にマイクつけてます。ネックウォーマーはバフのやつで、あの全身蛍光イエローになってきたんで、ついでに合わせて、ネックウォーマーも黄色にしました。結構あの YouTube とかで、ロードバイクの動画撮ってる方の見させてもらってるんですけど、と音声に関して、カメラの音そのまま大体の人使ってると思うんですけど、ぜひともこの、音声別撮りをおすすめしたいですね。結構風切り音とかでゴーゴー言ってて、音楽で潰してる方とかいると思うんですけど、こういう下り坂でも、音声別撮りで、マイクちゃんとあの風防対策しておけば、喋りながらでも結構、音拾ってくれると思うんで、おすすめです。これはあのピンマイクを使って、DR10L っていうレコーダーで撮ってるんですけど、一応あの声を口元で声を拾う用のマイクなんですけど、ある程度周りの音も拾ってくれたり、今結構車の音が入ってると思うんですけど、あとはあれですね、ギア変えた音とかある程度拾ってくれるんで、臨場感的にもいいと思います。別撮りした音は後で編集ソフトでつなげるんですけど、大体のソフトはあの音のトラックは別に入ると思うんで、それでどっかにあのカチンコ的に入れておけば、2人あと、まあ、分かりやすいなんか音が入っているところで、手動で合成してもいいかな。音声別撮りは GoPro だから仕方なくやってるだけなんですけど、GoPro の場合はあのマイクアダプターっていう、別売りの、しかも結構邪魔になるアダプターつけないとなんないんで、ちょっとあの取り回しがやりにくいなって感じなんですけど、あのソニーのアクションカムを使ってる方だったら、あの後ろの蓋パカッと開けるとあのマイクジャックがついてるんで、それ挿すだけで、それに挿してあのピンマイクを差し込んで、それを口元に、持ってくれば結構あの後から編集で合成っていう手間はないし、綺麗な音取れるんで、おすすめです。まあ、あのハンドルバー取り付けだと振動音とかガタガタで拾っちゃうんで、それもいまいちですよね。あと別撮り音声とかカメラのままの音声とかを撮って、動画編集ソフトで
BGM 載せる時なんですけど、カメラの録音した音って結構小さくて、で BGM で入れる音楽ファイルの音楽って結構ボリュームが大きめに設定されてるんで、そのまま音量のボリュームの調整しないで合成しちゃうと音がめちゃくちゃでかくて声が聞き取れないみたいな状況になりがちなんで、そこは編集ソフト上で音量のバランスを調整する必要があります。でおすすめの設定は、カメラとかの、別撮りの音はプラス6デシベルして、で BGM の音楽ファイルはマイナス10デシベルぐらいに、調整すると、バランスがなかなか良くなりますね。まあ、もちろんカメラとか元の音源の音量で変わるんでそこは微調整なんですけど、大体このプラス6とマイナス10覚えておけば、いい感じになると思います。あとはですね、最後に書き出した後のバランスのチェックですね。その辺の話は別に自分で発見したわけじゃなくて、自分の心の師匠である、サンフランシスコ在住 IT エンジニア兼自称 YouTuber のドリキンさんの、動画とか、ポッドキャストとかで聞いた話をすぐにパクってます。あともう一点なんですけど、スマホとかでもボイスレコーダー機能で、マイクつなげば、できます。自分は別に専用の、レコーダーで撮ってるんですけど、その場合は、単4電池1本で、8時間だっけな、もっとか8時間とか10時間とか、撮りっぱなしでできるんで、2ギガごとにファイル分割されるかもしれないんですけど、確かそうだな。まあ音声なんで容量全然食わないし、あとファイルの数も少なくて済むんで、後で同期が楽だと思います。ただその撮り方するときは、すごい長い音声ファイルの上に動画がちょん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 細かい動画が乗っかるようになると思うんで、そこはブルーラルアイズっていう、音声と映像、カメラ映像と音声と別撮り音声を、同期させるソフトを使ってます。ちょっとそれがないと、週1ペースとかで撮影してるんですけど、それをすぐ、まとめてアップロードっていうのは難しいですね。